ボラティコテリウムとは中世代ジュラキ中期から後期のアジアに生息していたモモンガに似た哺乳類である。基地で最古の飛行する哺乳類とされる。模式種の学名 V アンティキスは古代の空飛ぶ獣を意味する。中国内モンゴル自治区より化石が湿度。これまでは初期コウモリメが最古の飛行する哺乳類であったが、この生物の発見は その記録を大幅に遡らせた。この時代は最古の鳥類であるヒソチョウの生息時期ともほど近かった。頭骨全長は約3 5ト、mm、ル、体長約12から1 4トルで小型のリスあるいはモモンガ程度の大きさであったとされる。発見された化石には、死死の間には皮膜の痕跡が存在していた。化石から判明した死死と胴体の比率から、 この皮膜は単純に移動のみに使われたとされる。顎には比較的単純な尖った葉を持っていた。おそらくはモモンガなどと同様、夜行性であったと推定される。植生は歯列などから推測して主に昆虫などを食べていたとされる。これは植物食傾向の強いモモンガやムササビ、樹液や果実を好む日よけざるとは大きく異なる点である。 一見するとモモンガあるいはヒヨケザルなど、原生の滑空性哺乳類と似ているが、それらとは類縁関係はない。重はこうを含む奇獣類や山水ハメ、イジュアズナなどと同時代に分岐した、祖先的な形質を止めた哺乳類である。ありがとうございます。